学校法人同志者同志者女子中学校、高等学校同志者女子中学校、高等学校同志者,者女子中学校、高等学校は、京都府京都市上京区今出川通寺町西入るに、ある、学校法人同志者が運営している、私立の女子中高一貫校である。略称は同女。制服はなく、生徒は、私服通学である。 12月半ばに生徒によって毎年クリスマスページェントが行われる。高等学校の卒業生の大部分は、同志社大学、または同志社女子大学に進学する。日本語の効果は有さず、同志社大学と同じ同志社カレッジソング、同志社カレッジソングを効果として採用している。1908年に同志社の教員であったギューリックが、 音楽好きの学生に頼まれ、効果を作ることにした。当時京都 IMCA 会館を建設するために、京都に滞在していた友人である、ウィリアム・メレル・ボーリズに作詞を依頼。ボーリズは、ドイツの軍歌の、ラインの守りを元にし、歌詞をつけた。また当時の多くの宣教師の出身校である、イエール大学の校歌にも、同じメロディが使われている。正三角形を三つ寄せたもので、 古代メソポタミア文明で用いられた設計文字カーを図案化したもの。シュメール語やアッカド語で国あるいは山を意味する。地、徳、体の三位一体あるいは調和を目指す。同志者の教育理念を表すものと解釈されている。考案者は夕朝半月。ロイヤルパープルと白の二色。同志者の創立者、新島城の母校、アーモスト大学のスクールカラーと同色。 マンドリン、文芸、書道、家庭科、演劇、管弦学、作動、軽音楽、歌道、こと、フレンドリーコーラス、コミック、ハンドベル、科学、ESS、地力、美術、聖火体、YWCA、写真ソフトボール、公式テニス、ソフトテニス、バドミントン、バスケットボール、バレーボール、ワンダーホーゲル、スキー、フェンシング、体操、陸上、 アーチェリー同窓会は、同志社ゆかり会と呼ばれる。学校法人同志社が設置する小学校は、大学を頂点とした、大学付属学校の形態を取らず、独立の学校群として位置づけられている。なお、同志社小学校、同志社国際学院所等部、国際部に限り、同志社大学の付属校である。ABC 創設期の同志社女学校同志社女子、 大学同志社資料編纂書、同志社90年少子学校法人同志社、1965年、259ページ、同志社90年少子260ページ、同志社女学校の発展と時代の逆風2019年7月3日、閲覧、同志社90年少子263ページ、同志社女学校の発展と時代の逆風、同志社女子大学建物案内同志社のスポール、 消費者大学体育会公式ウェブサイト、ありがとうございます。